仕事がまだ終わってません。ここは思ってたより普通だな。もしかしてよく見たらあの装置が次の扉を開ける装置じゃないか。だよな。じゃあやっぱりな。あ、そういえばもう一回操作し、あれ動かない。まあ現状はでも落ち込むことはない。こんなのいつものことさ。諦めなければなんとかなる。くそ、どう、おい、今のさっき開いた後早く行ってみよう。見ろ、服装からして冒険者みたいだぞ。こんにちは、ベネット。ロイスな、またこんなに運が悪いなんて。それはそうだろ、お前がいるだけで冒険がうまくいかないんだよ。ああもう誰だお前。喧嘩しない、紹介するよ。友達、まあいい。でも実際だけどお前の冒険団に、もうそれに後になってからベニー冒険団の悪い噂を知ったよ。それまあな、その別に謝らなくていい。そうだ、もう一つ言わなきゃいけ、だから今俺たちはベーネッ、ああ、にどうするんだよ俺。そのもちろん、でも実際俺の体質のせいで。それって俺自身が一番不幸だから、もっと自分の体のことを考えて行動した方がいいって意味か。お前の言う通りだな。でも俺はずっとこの考え方でやってきたんだ。お前に言われて初めて自分を大切にしていないことに気づいたよ。悪いロイス、全部はあげられない。半分だけでもいいか。ふん、そんな食料別にいらないさ。どうせお前の不運が映ってるんだろ。それと外に続く道を一緒に探すのもごめんだ。ベネットについていったら見つかる出口も見つからなくなる。そうか、じゃあ気をつけてロイス。お前もな。はい。わあ、危ない。まさか罠があるとは。これも違う。本当についてない。この付近で調べられる場所は全部調べたな。はあ、やっぱり何も手がかりがない。あの壊れた装置以外本当にもう出る方法はないのか。唯一の希望は助けが来てくれる可能性があるくらいか。冒険者協会が俺たちの失踪に気づいて救助に来てくれるかもしれない。でもそれも運次第だ。もし救助がなかなか来なかったら、下手するとその頃にはもう、ああ、こうして死を待つだけで何もできないなんて嫌な感じだぜ。ああ、確かにネガティブに考えすぎた。こんなんじゃダメだ、俺らしくない。そうだ、
食料を確認しておこう。どれくらい持つか知っておく必要がある。持ってきた料理を見てみようぜ。今言うのもなんだけど、この料理なんか変だぞ。俺の作り方が間違ってたのか？そんな、俺たちの唯一の食料がやばいぞ。もっと慎重に作るべきだった。いや、待てよ、はあ、もしかしたら役に立つかもしれない。それがな、昔絶体絶命のピンチに陥って気絶したことがあるんだ。その時はもうダメかと思ったんだが、けど後になって助けてくれたサイリス会長に話を聞くと、予想だにしないことが起こっていたんだ。俺が意識を失っている間、不運体質が嘘のように消えていたらしい。俺をモンドへ連れ帰るまで何も起きなかったそうなんだ。他にもある。雷雨が降る野外で気絶した時も一晩中雷に打たれなかった。もしかしたら俺の不運って俺が目覚めてる時だけなのかもしれない。犠牲だなんて大げさだな。ただこの変な料理を食べればきっと気絶するだろう。そしたら俺の不運が消えて救助が駆けつけてくれるかも。大丈夫さ。お前とロイスに迷惑をかけるよりはマシだ。お前が言ったことも分かってる。自分を大切にしろっていうの。でもこれは生死に関わることなんだ。許してくれ。いただきます。